2010年11月13日、APEC 警備のため、神奈川県横浜市中区、館内駅前を走行する北海道警察のパトロールカー。北海道警察は、北海道が設置した北海道内を管轄区域とする警察組織、同系、北海道系と略称する。警察法上、北海道公安委員会の管理を受けるが、給与支払い者は、北海道知事である。 本部所在地は札幌市中央区北二条西7丁目。北海道は面積が広大で、同警の管轄区域と管区警察局としての区域が一致していることから、北海道管区警察局は置かれず、同系本部自体が管区警察局の役割を果たしている。このため、首都警察の位置づけがなされている警視庁とともに管区警察局には属さない。 同系では道内を札幌、函館、旭川、釧路、北見の5つの方面に分け、札幌方面については本部直轄としているものの他の4方面については府県警察本部に相当する下部組織として方面本部を設け業務を行わせている。なお、これに伴い各方面本部ごとにも都道府県公安委員会に相当する方面公安委員会が 同行安易の下部組織として設けられている。組織形態が異なるものの、似たようなケースとしては、北連農業共同組合連合会がある。JA グループの一員であるが、規模が大きすぎるため直接全国中央組織参加にあり、他都府県の同種組織とは異なった存在である。大規模警察本部であり、本部長は警視官である。また、 2018年4月1日現在の警察職員の総数は11912人となっている。装備道内の警察署数は64所あり、うち7書が大規模署で、所長の階級は警視制。ここでは北海道警察が管轄した事件で冤罪が確定した事件を掲載する。ありがとうございます。